絵巻物。絵巻物は、日本の絵画形式の一つで、横長の紙、または、絹を水平方向につないで、長大な画面を作り、情景や物語などを連続して表現したもの。絵巻とも言う。絵画とそれを説明する言葉書きが、交互に現れるものが多いが、絵画のみのものもある。最初の絵巻物は、奈良時代に制作された絵印画業であると言われる。 これは、巻物の下段に、経文、上段に、それを意図きする絵画を配したものである。平安時代になると、王朝文学の物語、説話などを題材とした絵巻が制作されるようになった。これらは、金銀箔や野毛、砂子を巻き、花鳥などの主体をあしらった漁師に連綿体で描かれた、言葉書きと、それに対する絵を交互に配する独特の様式を生み出した。 物語絵巻は、枕の創始、伊勢物語、源氏物語、宇治周囲物語などを独特の表現で描写し、特に、源氏物語絵巻は、濃厚な色彩で貴族の生活を描き、家屋は屋根を省略した吹き抜き屋台で描かれていて、当時の住居の状況や建具の使用状況などが一望できる。鎌倉時代には、河川絵巻、仙器絵巻、そして、 自社演技や構想の電気絵巻などが多く制作された。源氏物語絵巻、四季山演技、伴え、大納言、絵巻、長寿人物儀画を、日本の四、大絵巻物と称される。紙、稀に絹を、横方向に順次つないで、水平方向に長大な紙面を作り、終端に巻軸をつけ、収納時には軸を中心にして巻き収めることができるようにした。 想定形式を巻、巻子僧、監視僧と言い、このような想定で作られた書物、経典、絵画作品などを、巻子本、より一般的には、巻物という。巻子本は、中国、朝鮮半島、日本などの東アジアにおいて盛んに作られたほか、古代、エジプトなどにも例がある。絵巻物ないし、絵巻とは、巻子僧の絵画作品の意であるが、 日本美術使用語における絵巻物とは日本で制作された主として大和絵様式の作品を指すのが通常でありさらに範囲を限定して平安時代から室町時代の作品に限って絵巻物と呼ぶ場合もある中国で制作された同様の想定の絵画作品は絵巻、図鑑等と呼ぶのが普通であり日本人の作品であっても水墨画家、雪舟の 山水長巻のような作品については絵巻物とは呼ばないのが普通である。日本では奈良時代に絵因画行と通称される絵時経典が数本制作されている。これは巻物の紙面の下半分には釈迦の前世と成仏について述べた経典の本文を書写し上半分には経典の内容に対応する絵画を描いたものである。ここに描かれた絵画は 非常に素朴な様式のものである。絵画果行を日本の絵巻物のルーツだとする見方のある一方で、平安時代以降の絵巻物とは直接の影響関係はないとする見方もある。源氏物語の絵合わせの巻などを参照すると、日本では平安時代前期から中期にも多くの物語絵が制作されたことが推測されるが、 9世紀から11世紀までの絵巻物作品の現存するものは無であり、この間、絵巻物の画風がどのような発展過程を経たのかは定かでない。一般に、四、大絵巻と称される、源氏物語絵巻、伴え、大納言絵巻、四季山縁技、長寿人物ギガはいずれも、安時代末期、十二世紀の作と交渉されている。 長寿人物儀が四巻のうち二巻の制作時期は鎌倉時代に降る。これらの作品は現存する絵巻物の最古の作品群であるとともに芸術的にも最も高く評価されている。平安時代末期鎌倉時代が絵巻物の前世紀で室町時代には作品数は多いものの前期、四、大絵巻に匹敵するような傑作は生まれなかった。しかし、 おとぎそし絵巻の成立に代表される新しい話題の成立や作品の平名化、成形の絵師だけでなく、長絵師たちの活躍と庶民層への需要拡大といった新たな展開も見られ、絵巻物が最後の輝きを放った時代とも言える。近世にも巻物形式の絵画は多く制作され、俵や宗達、加野丹友、岩佐又兵なども巻物形式の作品を 残しているが、これらは、絵巻物の範疇に含めない場合も多い。絵巻という語には、源氏物語絵巻、紫式部日記絵巻のように、作品名に絵巻と付けて、巻子層の作品であることを表す用法と、巻子形式の絵画を総称した概念として、絵巻なし、絵巻物と呼ぶ場合とがある。ただし、これらの絵巻、絵巻物の語は、 近世になって使われ出したもので、中世以前の記録では、単に、絵と呼ばれている。絵巻物の作品名称としては、絵言葉、宗詩、絵伝等と称するものも多い。例としては、平時、物語絵言葉、地獄蔵詩、法年商人絵伝など。このうち、絵言葉とは、絵の詩、つまり、ある特定の絵に対応する文章というのが、 本来の意味であることが指摘されており、絵言葉よりは、絵巻の方が作品名として適切であるとの説ある。例えば、伴え大納言絵巻は、1951年に国宝に指定された、際の名称は、伴え大納言絵言葉であったが、現所有者の井出光美術館では、伴え大納言絵巻と呼んでいる。絵巻物は、前述のように紙、み、稀に絹を。 横方向につないだ、長大な紙面に描かれたものである、紙でなく絹に描かれた作品としては、一編、商人絵伝、カスガゴンゲンゲンキ絵巻などがある。一巻の中に、絵と、使徒が交互に現れる景色が、最も多く、通常は、死が先に来て、その直後に、その死に対応する、絵が来る、稀に例外もある。一つきの絵、一つきの死を数える単位を、 段といい、絵巻物の説明に、例えば、絵四段、死四段とあれば、その絵巻物は、絵と死とが交互に四回ずつ現れるものであることがわかる。なお、超寿人物ギガのように絵のみで死のない絵巻もあり、検温ソシエ絵伝のように、死とは別に、画中人物の傍らに、セリフを書き込んだものもある。画面のサイズは、天地が三十センチメートル前後のものが、最も多いが、 北の天神演技、上級本のように、天地が50センチメートルを超える大作もある。また、室町時代のおとぎ造史のように、天地15センチメートルほどの商品もあり、これらは、声と呼ばれている。左右の長さ、すなわち、巻物全体の長さについてはまちまちで、全長10メートル前後のものが多いが、古川寺演技絵巻のように一巻で20メートル近い長さのものもある。 関数については、一巻のみで完結している作品と、数巻からなる作品とがある。一つの作品で、最も関数が多いのは、京都、千音院となら、東馬寺奥院の、法年商人絵伝で、いずれも全48巻の大作である、48という数字は、阿弥陀如来の48巻にちなんだもの。なお、絵巻と呼ばれていても、 学装や掛け軸仕立てになっている作品もある。これには元来巻物だったものを保存上の観点から一致ずつ剥がして学装にしたものと分割して蝶と売却するために長い巻物を画面ごとに切断したものとがある。前者の典型的な例は現氏物語絵巻き古美術館。 徳川美術館像で厚塗りの絵の具が剥落することを恐れて、絵、字ともに一段ずつ分割して額仕立てになっている。校舎、すなわち、譲渡のために分割された例として、著名なものは助武元、三十六河川絵巻である。この作品は、元来は上下二巻の巻物に三十六河川それぞれの肖像画を描き、略歴と代表価を描いたものであった。これが、 大正年間に売りに出された時に、全館一括で購入できるものがいなかったため、河川一名ごとに切り離して、それぞれ別のコレクターに譲渡されたものである。絵画作品は、壁画、襖絵、掛け軸、屏風などのように垂直に立てた状態で鑑賞するものが多いが、絵巻物は、机の上などに水平に置いて見下ろす形で鑑賞する。この点に加え、 天地の幅が狭いという画面形式の制約もあり、絵巻物の画面には、斜め髪型から見下ろしたような構図のものが多い。絵巻物で室内の情景を描いたものの中には、建物内部にいる人物が見えるように、建物の屋根と天井を省略して、全く描かないという表現法が使われた。あたかも、建物の屋根と天井を取り払ってしまったようなこうした描写方法は、 源氏物語絵巻などに典型的に見られ、吹き抜き屋体と称する。なお、吹き抜き屋体は、絵巻物に限らず、過剰などにも見られる病法である。今一つ絵巻物に特徴的な画法としては、維持動図法がある。これは、同一画面内に同一人物が複数回登場して、その間の時間的推移が示されているもので、伴え、大納言絵巻の子供の喧嘩の場面と、 死山甘縁起絵巻の東大寺大仏殿の場面が、その表例として知られる。校舎を例にとると、登場人物の二校、天気味が一つの画面に、計六回描かれている。これは二校が大仏殿に到着し、礼拝し、夜通し賛同し、明け方出発するという一連の時間的経過を一枚の絵で表現したものである。絵巻物が、襖絵、掛け軸、 屏風などの形式と根本的に異なるもう一つの点は作品全体を一度に視野に入れることができないという点である。絵巻物は博物館、美術館等においてはガラスケースの中に数メートルにわたって広げた状態で展示されるが本来の鑑賞方法は作品を机などの上に置き左手で新しい場面を繰り広げながら 右手ですでに見終わった画面を巻き込んでいくというものである。このような画面形式では、天地の高さには限界があるが、画面の水平方向の長さには制約がなく、物語の展開などを長大な画面に劇的に表現することが可能であり、そこに時間的な推移を盛り込むこともできる。例えば、伴え、大納言絵巻上巻の大天門の火災の場面は、炎上する、大天門。 火事見物の群衆、火災の方を聞いて現場に駆けつける政府の役人などが、途中に死を挟まず、数メートルにわたって絵のみで描写されており、絵巻の特性を生かした例として著名である。このように、絵の部分が頂戴に続き、巻物を繰り広げるにつれて画面が展開していく構図を連続式構図という。これに対して、巻物を机の上で広げた際に一目で見渡せる。 程度の大きさ、横幅50から60センチメートル程度を1、画面とし、絵としが交互に現れる形式を、段落式構図といい、源氏物語絵巻がその典型的な例である。現存作品を見ると、連続式構図のもの、つまり絵巻の特性を効果的に活かした作品は、さほどくなく、段落式構図の作品の方が多い。絵巻物については、 美術的価値とともに、ビジュアルな歴史民族資料、絵画資料としての価値が注目されている。絵巻物に描き表された、服装、建築、食物、武器武具、調度品等は、それが制作された時代の実態をそのまま反映したものとは、必ずしも言えないが、服飾誌、武具甲冑誌、建築誌、民族学、夕食工実などの研究のために、 貴重な資格情報を提供している。一例として、死に山ま園に、十二世紀に登場する、東大寺大仏殿の場面は、創建当時の大仏及び大仏殿を描いたほとんど、唯一の詩である。また、楽器造詞を見ると、文献資料ではわからない、当時のトイレの様子がわかる。絵巻物はその題材によって、物語へ、説話へ、戦記へ、写辞演技へ、構想伝へ、 河川絵などに分類される。物語絵巻は、源氏物語のような、王朝物語系の作品の絵画化したものを指すの、通例であり、ストーリー性のあるものでも、宇治周囲物語などに取材したものは、説は絵巻として別に分類することが普通である。絵巻という画面形式から、何らかのストーリー性を持った題材を絵画化したものが多いが、河川絵のように、 ストーリー性は全くなく、肖像を描き並べた形式の作品もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。